AI に長期記憶を持たせるテストをやってみました。チャット GPT は確かに頭が良くて頼りになるのですが、記憶周りは単純に過去のやり取りを保存しているだけなので、ゲームのキャラクターとしての会話などを楽しむにはちょっと物足りない感じがします。愛の歌声を聞かせての愛のように、 AI の個性につながるような個人的な記憶を持たせたい。そういう AI キャラクターが自然に取り込まれたゲームを遊んでみたいというのが開発のきっかけです。長期記憶を持たせるという点で私が着目したのはナレッジグラフです。これはエンティティを主語、述語、目的語のようなトリプレットの形でテキストを保存するものです。例えばアスミシオはアスミリリセの妹です。これをエンティティに分解するとアスミシオ、アスミリリセというそれぞれのノードと妹であるというリレーションシップの3つの要素で表すことができます。このトリプレットを最も自然な形でデータベースに保存できるのがNeo4j のようなグラフ型データベースです。そこで私気づいちゃいました。 Neo4j に会話を保存しておけば、会話の内容を劣化させずに関連するエンティティに集約して保存できるのでは。ということで、まず Neo4j の形式にテキストを翻訳して戻せるかどうかをまず確認します。使用する LLM 言語モデルは OpenAI の JSON モードです。JSON モードは指定した JSON 型での出力を安定して返してくれるため、今回の目的にぴったりでした。使用するプロンプトはこんな感じです。基本的なプロンプトだけ抜き出すとこうです。ラベルと名前とプロパティを持った辞書のリストとして、ノードとリレーションシップを出力しろという、すごくシンプルな命令ですね。例えば、この文章を LLM で変換すると、このように3つのノードとリレーションシップに分解されます。それを Neo4j に保存すると、図のような関係図が出来上がるわけです。では、今度はそれを LLM にそのまま渡して、理解してもらえるのか確認してみます。チャット GPT にこのテキストを渡して、自然言語に翻訳してください、と指示すると、ちゃんと元のテキストの文意を捉えた内容が返ってきました。割といけそうですね。ということで、Neo4j にエンティティを保存して会話するアプリケーションを組んでみました。動作を確認しながらやりたいので、ログを左側に、アプリケーションを右側に配置しています。立ち絵とボイスはリリセちゃんです。前の会話履歴を確認しています。この時、めっちゃうまく過去の記憶を拾ってくれたんですよね。マキさんサーモン好きなのですか？そういえば、こないだゆかりさんがマキさんのアボカドサーモンクレープを横取りして怒られてました。あの二人仲良しすぎなのです。マキさん、サーモンが大好きなんだって。アボカドサーモンクレープを横取りされちゃったのね。でも、あの二人はいつも一緒だもの。喧嘩も仲良しな証拠なのかもしれないわ。これで会話が一巡しました。最後に、トリプレット形式でデータが保存されたのがわかるでしょうか。これが最初のメッセージ検索とエンティティ抽出にヒットすると、システムプロンプトに反映されます。絶対あの二人は付き合ってるのです。ここでは、マキさんとゆかりさんに関係して、アボカドサーモンクレープの情報が加えられています。呼び出したデータではなく、短期記憶として保存していた方かもしれないですね。システムプロンプトには、短期記憶として保存したデータと呼び出したデータを混ぜ合わせて重複を削除してから渡しているので、こんな感じで会話ごとに記憶の保存と呼び出しを繰り返すことで人間っぽい長期記憶になるように構成してみました。録画は取り逃したのですが、呼び出した記憶をうまく使って会話を広げてくれた例があるので、それを紹介します。先ほどはリリセちゃんの影に隠れていましたが、ここに過去のメッセージの履歴を表示しています。右側は、現在の短期記憶に浮かび上がっている、ノードとリレーションシップを図で表現したものです。この時は、
デバッグに疲れ切って猫になって AI リリセちゃんと適当な会話をしていたのですが、たまたま過去のメッセージがフックになってマキさんの情報がシステムプロンプトに入っており、お魚を食べるのにゃーという私のセリフに対して、サーモンはどう？マキちゃんもそれが大好きなのよ、と、マキさんの情報がないと出てこないような発言につながりました。正直、めっちゃテンション上がりましたね。単純に過去数回の会話を保存するだけではこういうレスポンスは出ないと思いますので、情報を集約してつなげられるナレッジグラフの良いところかな、と思います。ここからは、もうちょっと踏み込んで、データベース構成のお話をします。Neo4j の基本は、ノードと、それをつなぐリレーションシップです。各ノードはデータの塊を、リレーションシップは、データ同士の関係性を表します。会話の履歴は、メッセージラベルをつけたノードとして保存しています。メッセージ同士をリレーションシップでつないで、時系列を表します。メッセージのプロパティには、ユーザーと AI が誰なのか、それと時間とテキストと、あとベクトル検索するためのベクトルデータが入っています。タイトルをつけてメッセージ全体を管理しています。会話を重ねると、こんな感じでメッセージの履歴が伸びていきます。そこに、メッセージから抽出したエンティティのノードがつながっていきます。エンティティは、会話に出てきたキーワードみたいなものだと捉えてください。さらに、エンティティ同士のリレーションシップの関係も表示すると、こんな感じです。こんな感じで、メッセージの履歴とエンティティが関係性を保ちながら保存されていきます。この構造のポイントは、エンティティと、それが作られた時のメッセージがつながっているという点です。例えば、なんでタラの記憶があるんだっけ？と思い出す時に、リレーションシップを通じてメッセージを呼び出すことができるため、この会話の時に追加されたんだな、と把握することができます。まだどうやってファンクションコールするべきか悩んでるので関数だけですが、例えばこんな感じで、ゆかりさんのプロパティがアップデートされた履歴と関連するメッセージをさっと呼び出すことができます。どうやら1月2日に潮が伝えた話のせいで、AI リリセちゃんの中では、ゆかりさんはのんけだということになっているようです。データベースの構造についてはこんなところです。次は短期記憶。実際にこれらの記憶がどのように毎回の会話に反映されているのかを説明します。全体の処理の流れは、こんな感じです。まず、ユーザーの入力に近いメッセージをベクトル検索で探し出します。そのメッセージに保存されたエンティティの情報をデータベースから探し出して、システムプロンプトに入れて回答を生成します。このプロセスは LLM を介さないので、およそ1秒程度でレスポンス生成が開始します。ただ、先ほどお見せしたアプリケーションでは、これに加えて、LLM を使った簡単なエンティティ名の抽出も行っているため、もうちょっと余分に時間がかかってしまっていますね。スペーシー等の LLM を介さないツールを使えば、ここも早くできるかなと思っています。レスポンス生成の裏では、並行して、LLM を使ったノードとリレーションシップの抽出を行っています。この処理は LLM を介すので、通常5秒以上かかります。まあ、レスポンス生成や音声を再生している間に終わるだろうという甘い考えで作ってます。抽出した情報は、レスポンス等と合わせて Neo4j のデータベースに保存します。また、Neo4j から取り出したデータとレスポンスを、短期記憶としてインスタンスに保存することで、次の会話にも取得した情報が反映できるようにしています。短期記憶を構成する要素は、保存したメッセージ、会話履歴と、Neo4j から取り出した情報です。これを会話1回分の一時記憶として、最大7回までの最近の会話履歴と、それに関連するデータベースの情報を短期記憶としています。こうすることで、頭に思い浮かんだ記憶もしばらく残っているというわけですね。人間でいう、ワーキングメモリーみたいなものです。メッセージの履歴は、ユーザー、アシスタントとして順番に放り込んでいます。エンティティの情報はシステムプロンプトに放り込んでいます。
こんな感じで、AI にキャラクターを模倣して会話する指示を出した後に、キャラクター設定としてキャラクターノードの情報を入れ、バックグラウンド情報として取り出した記憶の情報を放り込む形です。以上が、私がグラフ型データベースで組んでみた AI 長期記憶の紹介となります。まだプロンプト調整は難しいし、エラーハンドリングも十分ではないのですが、一旦アウトプットして次に進みたかったので、動画にしてみました。面白そう、なり、試してみたい、なり、何らかの感想をコメントいただけるとありがたいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。Cパートです。会話で登場したエンティティをもとに、シナリオフラグを発動させるギミックを仕込んでみました。なんとも雑な仕掛けですが、これでラノベ、シャングリラ・フロンティアのシーン再現を試みます。ウェザエモンの名前で、父親のもとに報告しに駆け出すセリフが出てくれば成功です。ふう、疲れました。これにて完結です。